今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。セリア新商品の OD 缶ケース。以前の動画で蓋を切り取って大小2種類とも穴を開けました。視聴者さんからいただいたリクエストにより燃焼実験もやってみました。気温22度の環境で湯を沸かしたところ、沸騰1分後に OD 缶上端は30度。鍋底からの輻射熱があってもプラ製の OD 缶カバーが使えました。もちろん自己責任です。この検証のために購入したストーブのポイントは、大きなバーナーヘッドと高い位置にあるヘッド、そして遮熱板が備わっていればなお完璧です。ちなみに、私が以前から持っていたものはダメで、ヘッドが小さく首が短いので不向きでした。わきゃーって猿の喉が潰れてるので、ここからは私が解説します。前編で試した EPI のストーブを片付けて、比較のため超小型バーナーでも測ります。軽量コンパクトが特徴のストーブです。ヘッドが小さく首が短いのでやや心配です。気温は21度弱。OD 缶上端は 22.5 度です。炎の位置が低く横に吹き出しているので、やはり OD 缶ケースが熱くなりそうで心配です。ここからはクッカーの輻射熱も加わります。カープ底で反射した熱が下へ向かいますので、次第に OD 缶付近が暖かくなってきました。ということで、気温は 21.2 度だけど、OD 缶上端はすでに27度超えてます。前回の EPI ストーブとは、随分様子が違います。上がり方早いな。湯が沸騰しましたので、ここから1分間様子見るつもりでしたが、気温は 21.6 度なのに、OD 缶は30度を超えてました。しかも、プラスチックのケースには気温以上の熱が溜まっているようです。ダメじゃないけど、やっぱりちょっと怖いな。ダメだね。熱い。ダメだね。これは中断です。中断です。ということで危険は犯せません。熱い。熱い熱い。これはダメです。へえ。なるほどね。近いとダメなんだね、やっぱり。バーナーヘッドまでの距離が。まあ、4センチだからね、これ。そっか、下も、しかもあれだね。下に伸びるしね。遮熱的なものが全くないもんね。参考までに、視聴者さんの助言で遮熱テーブルを試してみます。どのぐらい効果があるのか少し楽しみです。やってみようか。わからんことはやってみましょう。バリバリ作る。入ってきた、入ってきた。どうした？ここから1分間。おお、すごいね。遮熱板あると30度いかないね。あ、30度いったかな。もう一瞬いったぐらいかな。ということで、一瞬30度超えたけど遮熱板の効果絶大でした。ここの遮熱板がない部分も熱く放っていませんでした。遮熱板の下だった部分は冷たい状態のままでした。改めて、遮熱板に拍手を送りたいと思います。そして、助言をいただいた視聴者さん、ありがとうございました。ここからは日本国内で一番ユーザー数が多いと思われる逆転スタックのガスストーブ、オーリックで試します。
ピカピカだね。今しか見れない、ピカピカな。今更ですが、猿はオーリックを初めて使います。新品のオーディ缶をセットしてストーブを組み立てます。他社のストーブ経験者なら解説書を読まなくてもわかるような単純な構造です。いいじゃない、この初火入れの時がね、二度と見れないもんね、この輝きはね。それではその貴重な初火入れの瞬間です。おお、綺麗な燃え方をしています。大きいね、やっぱりね。炎が細い岩谷とはある意味で正反対のバーナーヘッドです。そして同じように燃焼テストです、うん、これ全然 OK だね。もうはっきり言って測るまでもないね。ということで、オーリックの場合もプラスチック製の OD 缶ケースをつけたまま調理可能でした。割といいじゃん。そしてトロビの精度は ETI ほどではないにせよ、とっても安定していて、使用には申し分のないクオリティでした。オーリックはヘッドから OD 缶ケースまでが6センチなので、ETI よりは5ミリ短いのですが、ETI と違い小さい遮熱板がついているのが良かったと思います。さすがオーリック。この値段でこの性能を実現するのは、もはや奇跡的です。ということで、プラスチック OD 缶カバーを使ってみた工作動画の締めくくりに、チャーハンを作ってみます。調理に使ったのは、ガール金属の鉄職人という20センチの鉄鍋です。OD 缶カバーが熱くなってないか、時々、手でこまめに確認しながら調理しました。卵を入れてかき混ぜます。冷凍チャーハンを加えて卵となじませて炒めます。そして鍋を振りながら、当然、あれをいただきます。今年も猿が好きなオールフリーのライムショット味がドラッグストアに並んでました。使った鍋や折りたたみエラなど、過去の動画で詳しく紹介していますので、ご興味あれば、そちらからどうぞ。ちなみに蓋と皿は兼用できるように加工しています。チャーハンが完成しました。これで今日も幸せな休日になりました。蓋を皿代わりに持って、美味しくいただきます。チャーハンなので、オーリックの火力はめ一杯強火で炒めてみました。ただしそれでも、結局、OD 缶カバーは全く熱くならず、プラスチックが溶けたり曲がったりすることもなく、無事に使えました。今回の検証を通じて、ガスストーブによっては、プラスチック製の OD 缶カバーでも問題なく使えることが分かりました。ただし OD 缶カバーは、あくまで熱に強い金属製であった方が良いことには間違いありません。この点は、今後、100均各社さんが製品化してくださることを期待して、お待ちしたいと思います。食後は片付けて今回の動画撮影を完了します。ということで、もちろんランタンは OK です。ということで、セリアの新商品発売を機に購入した OD 缶型ケース、くり抜いて実際に OD 缶カバーとして使ってしまったという、まあ、自己責任動画になってしまいましたが、私の中ではいい商品だなと。まあ、工作しないとね、こうはできないんですけど、それでも良い工作材料を与えてくださったセリアさんには感謝です。
今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、サルでした。